ライスキルヒエンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ギーセン軍に属す、マチソンである。ライスキルヒエン、ベルスロート、ブルクハルツフェルデンの3地区は、ブーゼカータールに属す。ライスキルヒエン町内のザーゼン地区からビーゼック川が、湧き出している。この川はギーセン近くでランガーン川に合流する。ライスキルヒエンは、北は、ラーベナウ、東は、クリューンベルク、南東は、 ラウバッハ、南はリヒ、西はフェルンバルト及びブーゼックと境を接する。南東のザーゼンとグリューンベルクとの間に旧ビルベルク修道院がある。ライスキルヒエンの福音主義教会ライスキルヒエンは975年にリコルフという人物の私有教会としてリショルベスカーチャという名称で初めて文献に記録されている。1300年頃に 新しい教会が建設された。この教会の内陣は現存している。現在のライスキルヒエン福音主義教会の教会堂は1769年から1771年に後期バロック建築から古典主義建築への移行期の様式で建設された。ライスキルヒエンの歴史は郷土博物館として利用されているヒルテンハウスの展示で外観することができる。 この博物館は、ライスキルヒエン郷土市協会によって運営されている。ライスキルヒエンは、ブラスオーケストラとケーゲルスポーツクラブによって、ギーセン軍外にも知られている。ライスキルヒエンのザーゼンには1950年代の美物が存在している。冷蔵庫が私有するにはまだ高価だった時代の、冷蔵装置共同利用組織がこの時代に設立されていた。この街は、 ヘッセン文書館ダルムシュタットによって創出された紋章の使用を1974年11月8日にヘッセン州内務省から認可された。紋章の図柄は黒地に金の格子模様、銀の三角図形の中に赤い境界等。ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月31日に大スキルヒハッ発展ロート、ザーゼン、ビンターロートが合併し、 自治体ライスキルヒエンが成立した。ブルクハルズフェルデンは1972年4月1日に合併した。1977年1月1日、ベルスロート、エッティングスハウゼン、リンデンストルートが、ディル軍、ギー戦軍とベッツラー軍及びギー戦士の新設に関する法律に従ってライスキルヒエンに合併した。ライスキルヒエンの長議会は、 2011年3月27日以降37議席からなる。2013年3月15日からディートマール・クロムがライスキルヒエンの長長を務めている。ディートマール・クロムは2013年2月3日の決選投票で73.1%の票を獲得して対立候補のベルント・デーブスに勝利した。 ライスキルヒエンはアウトバーン A5 号線と A480 号線や連邦道 B49 号線が通る交通の便が良い場所にある。B49 号線については街を南に迂回するバイパス道路が計画されている。特にライスキルヒエン駅脇の踏切では遮断機によりひどい渋滞が起こるため2020年までに交通量を33%減少させるよう 計画された南バイパスの公費は約1200万ユーロと見積もられている。ライスキルヒエンの有権者は2009年3月22日に南バイパスに町が関与する決定を覆すか否かの住民投票を行った。投票率は56.6%で、このうち66%がこの提案に反対であった。ライスキルヒエン地区とザーゼン地区には、 ホーゲルスベルク鉄道の駅がある。特筆すべきは、スポーツクラブ TSG ライスキルヒエン、4面のテニスコートを持つテニスクラブのライスキルヒエナー TC、ヤーン通りの運動場である。ケーゲルクラブメテオール85ライスキルヒエンは、第一チームがケーゲルブンデスリーガに属している。オトマールシェルトが率いる、ライスキルヒエン消防団ブラスオーケストラは、高い知名度を誇っている。 このブラスオーケストラは2007年12月23日に当時のヘッセン州内務大臣フォルカー・ボーフィアーからドイツ連邦共和国功労勲章が授与された。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはいない。ありがとうございます。